バツイチ再婚。父になろうとしても妻の連れ事はうまくいかない。悪いんだけど私パパは一人でいいの。そしたらこのパパのことなんて呼ぶの。新しい子供が生まれれば全てうまくいくと信じているマイペースな妻。こいつねえ、ちょっと触ってみない。産んでもいいのよね。うん。キャリアウーマンの元妻が再婚した相手は末期がん。いいパパになったね。がんになってないだけでも。自由を選び家族を捨てた妻の元旦那。カオルが会いたくなるような父親じゃないんです私は。私やっぱりこの家嫌だ。パパに会いたい。子供ってね、ほらこっちをがんじがらめにしちゃうんだよな。理由は聞くくせに気持ちは聞かないの。あなたってエリが今パパだと思ってる人はね、本当はパパなんかじゃないんだよ。他人なんだよ。やめなさい。悲しくないんだよね。仲良しだった近所のおじさんとかが死ぬような感じなの。しょうがないよ、泣けなくてもさ。本当の親子じゃないからね。血のつながらない家族、血のつながった他人、うまく愛せなくても大切にしたい人がいる。幼子我らに生まれ。